デラウェア川流域図デラウェア川はアメリカ合衆国の大西洋岸に注ぐ川である。川はニューネーデルラント植民地の一部として17世紀初めにエイドリアンブロックにより探検され植民地の最南端ということで南の川と名付けられた。デラウェア川は潮汐の影響がトレントン島で遡って見られる。フィラデルフィアより下流での平均潮位は約6フィートである。河川は 一番長い支流の源から、デラウェア湾港のケープ名までが410マイル、デラウェア湾島からでも360マイルある。清水流量は、川口で1秒あたり11,550立方フィートである。デラウェア川は、ペンシルベニア州とニューヨーク州会の一部をなし、ニュージャージー州とペンシルベニア州、デラウェア州とニュージャージー州の全州会となっている。歴史的経緯の妙によって、 デラウェアとニュージャージーの周回は通常ならば川や海峡の中央が周回となるものがニューキャッスルの12マイル円の内側ではニュージャージー側の岸を境界線としている他の周回は川の中央を境界線としているニューキャッスルから見たデラウェア側下流2006年本流は西のモホーク川で ニューヨーク州スカハリー郡のジェファーソン山に近く海抜1886フィートに発し、大地を曲がりくねってある程度の深さで流れ、キャノンズビル貯水池で蓄えられ、北緯42度線で周回に達し、キャッツキル山地から流れ出す。同様に東の支流は、ニューヨーク州デラベア郡、ロックスベリー町のグランドゴージの南にある小さな池に始まり、南に向かって、 ニューヨーク市で利用される最大の貯水池であるペパクトン貯水池に至る河川の合流点はニューヨーク州ハンコック村の真南である山地や高原から流れ出た川水は広いアパラチアの渓流を流れ落ち切ったニー山地の裾を回りデラウェアウォーター峡谷の石灰岩のほぼ垂直な壁の間を通り静かで魅力的な農地や森を抜けて大地や急斜面で枝分かれし アパラチア平原を横切り、イーストンで再び丘陵地帯に入る。この地点から丘や崖によってたびたび向きを変える。この崖の中でも見事なのは、ノッカミクソンロックで、長さは3マイル、高さは200フィートある。トレントンには高さ8フィートの滝がある。その下流では、フィラデルフィアとニュージャージー州の間を流れ、広くゆったりした河口に至る。両岸には多くの湿地帯があり、 ゆっくりと広くなり、エスチアリーのデラウェアに注ぐ、デラウェア側の一部を示す、水路図。1655年作成ニューヨーク州の主な支流は、モンゴー川ネバーシンク川およびキャリクーンクリークである。ペンシルベニア州では、ラッワクセン川リーハイ川スクーカル川である。ニュージャージー州からは、ランコカス、クリーク、マスコネットコング川モーリス川 オールドマンズ・クリーク、ラクーン・クリークがある。デラウェア川は、雪解けや、暴風の雨水によって何度も、洪水を起こしてきた。記録にある中で最大のものは1955年で、一週間も、ない間に二つのハリケーンがこの地域を通過した、ことによるものだった。一番目のハリケーンは、コニー、二番目は、ダヤンであった。これらは、アメリカ合衆国北東部を襲ったハリケーンの中でも、 最も湿り気を帯びたものであったし、その後このようなものはない。8月19日にペンシルベニア州リーゲルスビルで計測された。最高水位は38.85フィートに達した。2005年に洪水から50周年にあたって、ワードフォージブックスがデラウェアの災害、1955年代洪水の話と画像を出版した。 この356ページもある記述的ノンフィクションは、デラウェア峡国における天候災害の総括的なドキュメンタリーである。著者メアリー・シェイファーは、事実の調査に3年間を費やし、現在も生き延びている人や洪水を経験した人に、近しい関係の人100人以上にインタビューした。この本には100枚以上の当時の写真や多くの災害地域の地図、気象用語の広範な注釈、 過去のハリケーンのデータ、それに作品を合わせて、この記録破りの洪水に興味を抱く人の有益な道具となっている。ごく最近、かなり厳しい洪水がこの川で続いた。2004年9月23日、同じようにリーゲルスビルで計測された最高水位は30.95フィートとなった。2005年4月4日は34.07フィート。 2006年6月28日は33.62フィートとなり、いずれも洪水想定線22フィートよりもかなり高くなった。ユすぐス・デラウェア盆地の北部には川岸に沿って人口の密集する地帯がほとんどなかったので、この地域の洪水は自然の人の住まない鉱石地に影響を与えた。 デラウェア盆地の中央部の住人は過去3年間の大きな洪水を含んで何度も洪水を経験し家や土地に大きな被害を受けた。デラウェア盆地の南部フィラデルフィアからデラウェアに至る地域は北部に比べて潮汐の影響が大きく川の氾濫によるものだけではない傾向にある。デラウェア川流域委員会は地方政府とともに 川の洪水問題の解決策を見出そうと、努めている。過去数年間に大きな洪水が連続したので、流域の住人は何かをせねばならないと感じている。しかし、連邦予算も限られており、その対策が遅れている。開拓初期の頃から、鉄道競争の前までは、上流部における川を使った交易が重要であった。フィラデルフィアの商業の広がりによって、 下流の改良が大きな重要性を帯びてきた。1771年にはすでに小さな改良の試みがペンシルベニア政府によって始められた。アメリカ合衆国政府による1885年プロジェクトではフィラデルフィアからデラウェアーンに至る深さ26フィート幅600フィートの水路を体系立てで作った。 1899年の河川港湾法では深さを30フィートとした。ニューヨーク市が人口の増加に対応して、水の供給のために15の貯水池を作ってきたが、市はデラウェア側の支流にさらに5つの貯水池を作る許可を得ようと努めた。しかし、それらの許可は得られなかった。1928年、ニューヨーク市は大恐慌の始まりに合わせた人口の爆発に対応するため、 デラウェア側から直接水を引くことを決めた。しかし、途中のペンシルベニア州にはやはり、デラウェア側の水を使っている町や村があった。両者はこの問題を最高裁まで持ち込み、結局1931年に、ニューヨーク市は、デラウェア側と上流の支流から1日あたり4億4000万ガロンの水を引く許可を得た。トレントンの戦いの前にデラウェア側を渡る、ジョージ・ワシントン・デラウェアは、 ニュージャージー州とペンシルベニア州の間の交通にとって大きな障害となっている。大きな橋の大半は西行きのみ有料となっている。橋の所有者はデラウェア川及び湾局、デラウェア川港局、バーリントン郡協委員会、デラウェア川有料協委員会である。詳細はトレントンの戦い及びデラウェア川を渡るワシントンを参照おそらく最も有名な デラウェア側とかは、アメリカ独立戦争中の1776年クリスマスの日に、ジョージ・ワシントンが大陸軍を引き連れて、ボートで1か8かのとかを行った時のことであろう。この結果、ニュージャージー州トレントンを占領していた、ドイツ人傭兵部隊を吸収することに成功した。デラウェア側では、多くの油流出事故が起きてきた。アススイチオイルスピル。 ユニバーシティ・オブ・デラウェア・シー・グラント・プログラム2006年4月29日、閲覧1985グランド・イーグル・オイル・スピルユニバーシティ・オブ・デラウェア・シー・グラント・プログラム2006年4月29日、閲覧プレシデンテリベラ・スピル1241989ユニバーシティ・オブ・デラウェア・シー・グラント・プログラム2006年4月29日、閲覧 ペンシルベニア州、ニューホープでのデラウェア側この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、デラウェアリバー、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス、ありがとうございます。